中文税には、室町時代の輸入税、日民貿易の際使用された。中国の元の制度に、取引貨物の価格に1割、粗悪品は、その2、3を間に収める制度があり、日本でも、天竜寺船が帰国後に天竜寺に対して、利益額に関係なく厳選5 0 0を納入した、船例がある。看護船の経営者の室町幕府や細川氏、 大内氏などの守護大名、寺院などが、官房船の寄港後に輸入品の売り値総額の1割を、その船に便乗した貿易省から徴収した。当時の1回の官房船が輸入した品物の、総額は、莫大な金額になったことから、中分銭のもたらす金額も大きく、室町幕府などにとっては、大きな臨時収入となった。応人の乱後、堺商人が、 中文銭の請負い業務を行い、出向前に、あらかじめ輸入品の利益額を想定して、中文銭を先に経営者側に納付する制度をとった。これによって、中文銭の請負って、先に納付を行った酒商人が、便乗者の決定権を持つこととなり、酒商人及びその影響下にあったよその、商人以外には観合船に乗船できなくなってしまった。ただし、 堺商人の影響力の及ばない最国の大内氏が経営する観光船にはこの規定が及ばず依然として機構後に独自に中文銭を徴収していた。ありがとうございます。